スクリームウェブをご覧の皆さん、スクービードゥボーカル小山修です。ギターの松木泰二郎です。ベースの永井家城です。ドラムのモビーです。2016年1月の27日に、はい、俺たちのオリジナルフルアルバム、最新フルアルバムアウェイト、はい、そして昨年2015年10月4日に行われたダンスホールヤオン結成20周年の記念ワンマンライブの模様を収めたフィルムダンスホールヤオンというDVD が同時リリースされます。はい、ということで、はい、平たく言うと CD と DVD が一緒に出る、うん、そうです。それが1月27日ということなんですけども、はい、今回はまずアルバムアウェイ、うん、12枚目、12枚目ですね。12枚目だな、うん、CD 作るの大好きな俺たちですけども、はい、今回のアルバムどんな感じにリーダーになりましたでしょうか。かっこいいアルバムです。おお、とにかく一言で言うと踊れて、うん、で今年、2015年はですね、うん、スクービード結成20周年だったんですけど、うんうんうん、20周年分のこの重みと足跡と、うん、こういうものを全部ですね、うん、抱え込んで、うん、それでも次の一歩を踏み出すという、うん、そして踏み出す先はアウェイの境地だと。なるほど、ね、俺たちいつでも20年やってもヤオンワンマン大成功させても、うん、まだまだアウェイです、うんうん、ね、進む道はキャンキー獣道、うん、どうぞですね、そこをみんなで一緒に歩きましょうと、お、そういったですね、道なき道を共に歩こうという、うん、そういう決意表明の一枚でもあります。なるほど、はい、もうだから安住の地じゃないわけだよね。そうです。もうようやく成人したっていう感じですから、うん、バンドに関しましては。そんな俺たちの気合がですね、うん、バッチリ込められた最新アルバム「アウェイ」ぜひとも聴いてほしい。そして同日フィルムダンスホールヤオンね、はい、これ147分のフルボリュームで、うん、その当日ワンマンライブやった31曲全部収めることに、ね、はいはい、成功しました、うん、ありがとうございます。どうですか長池君、この DVD の見どころなんかを、はい、うん、そうですね、本当にその20年ね、うん、道なき道を、うん、歩んできたスクービードゥがたどり着いた一つの日比谷野音というその大舞台ね、うん、あの本当にそこに集まってくれたお客さんと僕らのいい顔だけが収められた作品になってますので、うんうん、次のステップに進むためにもぜひここをまず見届けてほしいということで、147分ですか、うん、147分です。147分、はい、見てください。ぜひとも見てください、はい、あのこの日来た人はさ、うん、絶対見てほしいんだ、うん、DVD なんだけど、うんうん、何しろやってる曲がほら20年分結構網羅してやれたじゃないですか。そうですね、しかも新曲、うん、アウェイに入ってるライブジャンプって曲もやったりしてて、はい、スクービーズまだ知らないよ、ライブでも実は行きたいぜっていう人も実は一番最初にこう手に取って良い DVD なんじゃないかっていう思いもあります、うんうんうん、これ見といてもらえれば、はい、スクービードゥ のバンド感っていうのはね十分伝わると思うんで、うん、スクービードゥまだあの実は聞いたことない見たことないっていう君にもぜひとも手に取ってほしい一枚です。最新アルバムアウェイ、そしてダンスホールヤオンのフィルムダンスホールヤオン、ぜひともよろしくお願いします。ツアーもねこれあの最新アルバムが出るということは始まるということで、はいはい、モビー君ものツアーの、はい、どんな感じで行くでしょうか。日程の方をツアー2月のですね、うん、26日金曜千葉ルック、うん、恒例なんですけど我々千葉ルックスタート、千葉ルックスタート、うん、はい、うん、こちらツアーファンカリズムボリューム10になりますけど、10本目ですね、はい、すごい10回目やってます、始まります、はい、6月の11日土曜12日日曜の渋谷クラブクワトロ2 days までですね、うん、全30本ですね。お、増やしましたか。増やしました ね最近の俺たちにしては多い、多いですね、増えたね、さらにね、最多ですね。あ、最多か、はい、ファンカリズムシリーズの中では、ね、うん、はい、大台の30、お、はい、やりましょうよ。ここら辺にも俺たちのね、うん、気合を汲み取ってもらえたらと思いますが、はい、うんうんうん、あの本当に全国あのいろんなとこ回りますんで、本当にあの近くに住んでいる君はね、ぜひとも俺たちのライブに足を運んで一緒にバカ騒ぎできればと思っております、はい、というわけで2016年も引き続きよろしくお願いします。以上スクービードゥでした。